はえへへへこれ、孝太郎さんの歌。感謝しよう。感謝して踊ろう。素晴らしい。はい、どうも。アニメリアクターの財前です。 こんな感じのリアクションやアニメに関する動画を毎日投稿していますので、ちょっとでも興味があったら、チャンネル登録をよろしくお願いします。そして、アニメのリアクションや感想を先に見たいよって方がいらっしゃいましたら、下の概要欄や、シークバーからチャプター機能をご利用ください。はい、というわけで今回もやってまいりました、えー、ゾンビランドサガリベンジ見ていこうと思います。えー、第11話ですね。 はい。多分最終は一歩手前ということで。まあまあまあ、ここもまたチャージなんじゃないかなというふうに思ってます。ここでまたぐーって貯めてジュ0アで爆発。そのための引きの回じゃないかなというふうに思いますね。まあ前回はもう、高太郎とこの大久保さんのね、このバチバチの、こいつらゾンビなんじゃないよなどうなんだ死者にこう、死者を見せ物にするなよみたいな話があったりとか、結構バチバチな中、結構なんか台風も来て結構やばいんじゃないってところで終わったんで、今回どうなっていくのか見ていこうかなというふうに思います。 それでは見ていきましょう。ゾンビランドさんがリベンジ。よーい。アクション。それでは見ていきましょう。よーい。スタート。さあ、2022月18日。台風の後か、これは。なんか、大タエちゃん。相変わらずやったな。2月10、2月だよね。確か、あれが起きるのが。 エキスタが。あらあら。体が重い。力が弱まってんのかゾンビとしての。めまい。ジョフクさんが死にかけてるせいでゾンビとして機能できなくなりつつあるのかゾンビは健康とは言えないぞ。

<laughs> もう死んでるしな。はははは、えちゃん。そうね。わお、未曽有の大洪水。やば。冬でこんな大洪水って超珍しくないか ?9 月とかならまだわかるけど。あら、犬走り。 入場服。何してんだ水が入ってくんのかうん。おお、平成の終わりに。あ、やばくね <laughs> え、死んだな、これ。え、死んだやん。 さ顔色悪いけど、とりあえずっていう感じだな。<laughs> なになに、その箱は。あ偉 <laughs> いな。本当にしっかりだね。あ、ロメロ。この顔色悪いのも可愛いよね、このメイクも。家が壊れてしまう。 やばい、たまごっち持ち出さないと。壊れてもうた。ええー、突然すぎて俺もついていけてないぞ。あ形もなくなってしまった、アジトが。ああ、そっか、練習場とかも全部ね。壊れちゃった。<laughs> 冷静に。 あ,あ確かに、ね、仕方ないよね緊急だからねああってどうすんのどやすどやす おぉ、よかったよかった。<laughs> おぉなんてカチオンあー、避難所になってる。えー、スーパーマーケットか。これやばくないかそこしかいなーいのか。 踊れればいいけどね。みんな落ち込んじゃうよな。そうね、とにかくタ太郎を探さないといけないよ。リリーちゃんかわいいね。えー、らー、優しいよ。 これが佐賀のガバイばあちゃんか。三個。参個。あ。フランシュ種に。0個にしようよ。0個じゃなくて。ははは。配給に並んでおられる。たえちゃん。 タエちゃん、もう溶け込んでいるな。お <laughs> 強すぎる。佐賀の、佐賀の奥様方、強すぎないかおー、美味しそう。お手伝おう、手伝おう。人形し、かわいい。おいちょ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 。 これマジックです。これはマジックです。<laughs> 危ない <laughs>。ちょと危険すぎる <laughs>。ねえ、みんな働き者よ <laughs>。トンビなんて <laughs>、言いそうやな。おお、どの運びの手伝いをしてる。 うーん、暗いなみんな。夜になるとやっぱり不安になるよなみんな。お、リリーちゃん歌ってあげよう。<laughs> リトルパラッポー すげえな。アカペラでこのリズム感。やはり天才感、マサオ。すげえな。おー。ははえちゃんたらたら。すごいな。ナチュラルエンターテイナー、マサオ。 さすがや。うわ二日経ってる。お、犬走り。うん。ええー、やばくない大災害やん。 さあ、NBK。はい。あ、やばくないこれ。来るぞ。やばい、全員バレちゃう。<laughs> 明るい。杉田さん違うか。 フランス州のみんながやってくれたりしてるからね頑張って乗り切ろう <laughs> テレビで緊張しとる <laughs> ああやばっ <laughs> あっやばいバレるバレるバレるこれどうする 優しい。あ、やばいやばいやばい。これ映したらまずいぞ。見せ物ちゃうぞ。おい、報道陣。見せ物ちゃうんや。高太郎さんがじゃないとやばいな。このメイクいつまでもつかだよ。あー。でもフランシュシュって気づいてないのか すごいアカペラでもしっかりやってくれてる。もう、これがご当地アイドルやで。<laughs> こうやって地元を明るくしてる。<laughs> ロメロを怖がらないおばあちゃんは強すぎないかこうやって希望の光は絶えず続いていくんやで。いい笑顔だ、桜ちゃん。 あ、ニコ、もうフランシュってバレてる。同じだね。さあ。まあそういう風に偏見を持ってたわけだな。ただそういうわけではなさそうだなと気づくのかな。さあ21日、1日経っちゃったまた。ジョフクたちは大丈夫かこれで死ぬやろ <laughs> なぜ無事なのかおい。三日持つ、三日、三日こうやってたの停滞用想で死ぬぞ。役立、役立つ。あ、役立つじゃなかった。おい、さすが、初めて役に立ったんじゃないか、この警察。さあ、ジョフクさん大丈夫か おうよ、フランシスのとこ行こうよ。あ,あ、そうか、でも身元確認しないといけないからな。死なせません。希望の光にするんや。可愛い歯、歯磨いてる愛ちゃん可愛い,いな。お、やばいメイクが上がりつつある。 やばいメイクが剥がれつつあるぞさあして、ノリ。神社。さあ、走る孝太郎。ルるンん。ん何これ、孝太郎さんの歌 <laughs> 家から流されてる。悲しいだけ。 はははこれ、孝太郎さんの歌 <laughs> そうだ。よく考えたら。あああれ家だって気づいたんじゃないかさあ、探さないといけないけど。 そうだ。よく考えたら、高太郎さんってふざけてるけど、声優宮野守さんでめちゃくちゃイケメンやもんな。<laughs> イケメン成分だらけないよな。もうそれ以上に変なとこが勝ってるから。おカチオンいければな。おおー,おー,おー,ボーあれかボートレーサー。<laughs> こ,こんな展開あるんかボートレーサーが借り出されるってことあるのかなドラミだっけちょっともうゾンビになってしまうので歌いません。 申し訳ございません。ああ、剥がれてきちゃってるね。よかった。ソーシャルディスタンス的な何かが。えうん。ああ、もらえたああ、けど薄いか。あ、そうなんだ。 取るなよ、取るなよ、お前。取るなよ。うーんー。ハ <laughs> タエちゃんも意思表示をするようになってる。タエもーって今言ってたぞ。もう、亀剥がれて、これ剥がれちゃってる時点でもう、だいぶやばくないかそれは、うーん、泥棒だな <laughs>。 出てこい大小保大小保さんポトンと、マスクだけ置いてあげろあ塗料塗るおははは鉄腕、鉄腕純子。おおはははすげえな純子ちゃんのポニテめっちゃ可愛いいおい小生までやって。 ははは、<laughs> 焦げちゃった。<laughs> 本当だよ。俺も何をするつもりなんだと言いたい。え <laughs> ちょっと、みんな。<laughs> 何があったんだっていう。すっごい。<laughs> そうでしょ一緒でしょ ちぎれ、紐がちぎれないかが不安だな。こういう時一番にやらかすのさく桜ちゃんだからな。いや、めちゃくちゃ可愛かった。ちょっと待って、今のポニテ順子やばかったわ。心が、心が何か、なんでもないです。<laughs> ああやったわ。ああ。特殊メイクでゾンビのふりしてます。ゾンビのふりです、これは。ゾンビのフりっていうことにしよう。<laughs> おこ。怖 ウォーキングデッドごっこしてます。<laughs> ゾンビの、ゾンビ、ゾンビ、ウォーキングデッドコラボです。ゾンビのふりしよう。お。ええー、正直に言うのゾンビですって言って信じるの そうです。お君たちはゾンビであってゾンビじゃないんだよ。いい子いい子やなんだこの子さん幼女先輩 何を気にしていたんだと。そうです。今、ウォーキングデッドのコラボ中でゾンビの格好をしております。受け入れてくれたよ。えらー <laughs> ナイス切り返しそういうことにしとこう。こんだけ受け入れてくれてる優しい人がいるんや。 感謝しよう感謝して踊ろうただちょっと避難所にゾンビのコスプレをした人間っていうのはなかなか笑えないものがあるな。<laughs> じゃんうん、そうだ。 はははびっくりした <laughs>、うん。そうだよ。近くの人を笑顔にしてる。おねえ、受け入れてくれたよ。 明日もゾミメイクってことにしよう。<laughs> それはもうやばいよ。<laughs> いや、コウタ太郎さんはコウタ太郎さんで命の瀬戸際だったから。はっはっ子ちゃん職人気質好きだな。 なんじゃろゲイおなんかふざけたあれはしなくなったね本当に。応援したいと思える人が。<laughs> かわいい。 ガチ恋距離だな。そうだ。一人でも多くを笑顔にしたいという気持ちを持つ。できる。この輪がどんどん広がっていくんや。うん。うん。やろう。 <laughs> そうだね。おう。マジでやるの人事を尽くして天命を増すじゃないのかんなんと、かわいい。あ、見とれてしまった。超美人、桜ちゃん。 No hmm. いい子や。なんか今回瞳の作画に気合が入ってるよね。なんか、ちょっと気度を上げてるのか。ああ、あの頃から忘、あの頃から忘れていない。変わっていない。人に優しい桜ちゃん。誰、誰に恨まれようと。アイドルにしてあげたかったんだ。気づいてたんだ。 だからさくらちゃんを選んだんだ <laughs> 壁ドン 素晴らしい。桜ちゃんは気づいてないけどずっと思ってたんだね。孝太郎は。特別な思いがあって。だから桜ちゃんをゾンビにしてでもアイドルにしてあげたかったんだ。一番にしてあげたかったんだろうな。おおい風呂シーン怒涛の風呂シーン。歩いて歩いてエキスタまで。サガッサガ おー、すごい良い,い話やったなー <music> はーい、というわけで見終わったわけなんですけど、いやー今回すごい良かったなーなんか、こう、なんか無理に泣かせに来るお涙頂戴ではないんだけど、こう、なんかちょっとほろりと来てしまうような。 会だったなっていうような感じですね。こう今までこう一期二期とこう追ってきてフランシュシュを追ってきたからこそ、こうなんかグッとくるものがあるよね。うん、今までこう頑張ってきて頑張ってきてゾンビかもしれないゾンビという追い目だったりゾンビをバレちゃいけないっていうなんかそういうコンプレックスに近いものをずっと抱えながらやってきたけど、それ込みでもフランシュシュはもう佐賀の人たちに受け入れられてるという風になってるよ。そのなに成長というかまた新しくこうなんだろうな。 なんか地元に還元できてるっていうこの喜びと、やっぱり本当に受け入れてもらってるっていうこのあったかさと嬉しさっていうのが、いろんなものが詰まってましたね、本当に特に。うん、地元の人たちにこう優しくしてもらって、本当にもらってばっかりだから還元しようっていうこの、なんだろう、アイドルらしさというか、このアイドル感っていうのはいいよね。 うーん、この、アイちゃんのこの表情とかも、こう多分、すごい良かったじゃん。アイちゃんのこの、こうやって、みんなっていう表情とかもさ、すごい良くて、あれも多分いろんなものが詰まってたと思うんだよね。なんかみんなありがとうっていう気持ちと、受け入れてもらって頑張ったね。でもこれからこの人たちのために頑張ろうっていう決意の表情でもあり、もういろんなものが本当に詰まっててめちゃくちゃ良かったし、コウタロウもいろんなものを抱えながら、サガのためにでもありながら、こう、サクラのためにこう、アイドルという土壌を 作ってアイドルとして活躍させてやろうっていうその思いがずっとあったっていうのがね、またいいところではありますね。うん最高のメンバーだと思うわ。どんな時でもこうさ暗いこのなんだろう暗いさこの世界を変えようと暗い世界をこう明るくしようとしてこうなんか地元に光を灯そうとしてるこう。 リリーちゃんとかもさ、やっぱりアイドル、アイドルしてるし、いいな、というふうに思いますね。うーん、めちゃくちゃ良かった、今回は。うーん、なんか言葉にできないね。うーん、ただ本当にずっとこう、アイドルにしてくれてありがとう、みたいなことを言われたときに、コウタロウも多分すごい良かったけど、やっぱりあれは照れ隠しなんだろうな。うん、まだまだこれからなんじゃーいっていうような感じだったんだろうな。ずっとこう、桜をこう、思ってたから。 うん、良かったんだろうなっていう風に思う。うん、気づいてほしいけど、気づかないで、こういう関係性であってほしいっていうのがね、すごいもどかしいところではありますよね。この、コウタロウとサクラは。うーん、でも本当にサクラちゃんはいい子よね。うーん。きっと、なんか死ななくてもなんかすごい、どうだろうな。あ、でもどうなんだろうな。アイドルやったから慣れたっていうのもあるのかもしんないよな。うーん、結構ネガティブな子だったからね。うーん。まあでも本当に、どうなんだろうね。わからないけど。 うーん、すごい、尊いわ、なんかもう、いろんな感情が出てきますね。汁がいろいろと出てきそうです。はい、っていうような感じで。いやー、よかったな、この、 ジュンめちゃくちゃ可愛かった今回。うーん、いいな本当にもうフランシュシュはこの7人やなっていう感じで、コウタロウも含めて8人。この人たちがいてこそのフランシュシュっていうような感じや、うーん、佐賀県民はどんな気持ちでこのアニメを見てるのかなというふうに思いますね。うん、個人的には佐賀が羨ましいとまで思えてしまうこんな素敵なアニメの舞台になっててっていうふうに思いますね。 うん、いやいやいや、素晴らしいな、というふうに思います。はい。まあ、そんな感じで。ま、ほんに考え深いね。本当にこう、余韻に浸りたいなっていう気持ちがいっぱいある回でしたね。はい、まあ、そんな感じで、今回は終わろうと思います。はい、そんな感じで、今回のまとめ、ズドン。チャンネル登録、お願いします。はい、というわけで、今回はこんな感じで終わろうと思います。なんかコメントあればください。たえちゃんとか、大小葉さんありがとうとか。なんかもう、みんな良かったとか、受け入れてくれて嬉しいとか。 もうなんか今回はマジで気合い入ったわ作画とか表情とかこの目の描き方とか光の使い方とかなんかすごい他と違った感じはありましたよねうんすごいなんか気合いの入った回だったなっていう風に思いますはいまあ、そんな感じで今回は終わろうと思います以上ゾンビランドサガリベンチ第11話でしたバイバイ